何やってんだよエミ、お兄ちゃんの部屋で。ごめんなさい、今出てくから。それじゃあお邪魔しました。エミちょっと変だぞお前、真っ赤な顔して。熱でもあるんじゃないか。でも本当だよ、いっちゃん、うん、あ、ひめちゃん、うん、ひめちゃん、どうしたのよ、ひめちゃん、今日は一体。飛び箱から二度も落ちるし、なんだかぼんやりして。え、そう、そんなことないよ。小林くんのことでも考えてたの？ねえ、なんで私が大地のこと。噂になってるよ、昨日の放課後のツーショット。え、その後二人がどこへ消えたのかは誰も知らないって。あれは違うの、やむにやまれぬ事情があって仕方なく。どんな事情？う、怪しいな、やっぱり。隠すことはないわよね。応援してあげるから、私たちは。違うって。とにかく迷惑よ、そんな噂。どうにも。やあ、姫ちゃん。先輩、お昼休みも本読みですか？うん、何しろ初めての主役だからね。悔いが残らないようにできるだけのことをしておきたいんだ。頑張ろうね、お互い。はい。いいな、やっぱり先輩は。あっと、あいつは。今日から全員で本読みだよ。好きです。あいつは昨日の変な男。じゃあ放課後にね。あ、そうか、どっかで見たことある気がしてたが、あいつあの時の同じ学校だったんだ。おい。え？お前どこ行ってたんだよ、昨日は。キャキャ、昨日だってデートしてたんだ。やっぱりそうなんだ。だからこれにはやむにやまれぬ事情が。お前友達も変なんだな。え、無視して。それより昨日はごめんね、本当に助かっちゃった。大助かり、ありがとう、小林大地様様。俺はそんな言葉でごまかされるような男じゃないぞ。と言いたいところだが、まあ許してやろう。それより今話してた男、あいつ双子なのか。キャーキャー、やきもち焼いてるのかしらね。ね、長谷倉先輩のこと。違うわよ。なんで？そうか。あ、大地、大地、てめえ。あ、やべ、てめえ、よくも俺の給食のプリンにマヨネーズかけたな。バレたか。人が楽しみにしてたのに。待て、この野郎。いや、私こんなのと噂になってるなんて。なあ、鉄。なんだ？双子じゃなくて全く同じ顔した人間が二人街中にいるのってどういうことだと思う？ん？その1、見たやつの目が疲れていた。その2、実は三つ子だった。その3、誰かがその人に変身していた。あの時俺は疲れてなかったよな。双子じゃないって言うし、ましてや三つ子は論外。残るは変身か。辻褄は合うな。まさか、魔法使いじゃあるまいし。魔法使いがどうした、小林。あ、いや、あ、あ、
好きです。そのあなたが。次は風立ち中前。風立ち中前。発車いたします。ごちそうさま。どうしたの？全然食欲ないじゃない。お腹痛いの？ゆめこ、ゆめこ、よかったら食べて。うわー、サンキュー、あいこ姉ちゃん。あー、ひめお姉ちゃん、クリームコロッケ1個多い。早いもん勝ちよ。もう、ずるいんだから。失恋でもしたのかしら。まさか、お姉ちゃんみたいに優しくて美人で頭もいい女の子が。まさか、長谷倉先輩のことで悩んでるんじゃ。私がお姉ちゃんなら絶対悩まないけどな。長谷倉先輩かっこいいし優しいし。それは姫ちゃんが長谷倉先輩のことよく知ってるからさ。誰だって話したこともない相手から突然好きですなんて言われたら戸惑うに決まってるよ。そうか、案外お姉ちゃんのタイプと違ってたりして。それはどうかな。きっとそうよ。だから悩んでるんだよ。私だって嫌いなタイプの人から愛の告白なんかされたら迷惑だし、どうして断ろうかって考えるもの。それに違いない。お風呂入ろうっと。ララ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 。あんまり期待しない方がいいと思うんだけどな。いよいよあと5日ね、本番まで。だいぶ盛り上がってきましたね。あれ先輩、これここの位置でいいんすか？早くどけろ。先輩、俺だ、大丈夫。おい、救急車だ。それより先生を。しっかりして、長谷倉さん。長谷倉先輩。大変じゃない。で、どうだったの先輩の具合は。足首の捻挫、全治10日だって。それじゃあ文化祭の公演は。日にちを変えるわけにはいかないから代役を立てるんだって。初めての主役だからね、できる限りのことはしたいんだ。先輩、あんなに張り切っていたのにかわいそう。姫ちゃん、私が人間界に行くことさえできれば、怪我なんて魔法で簡単に治してあげられるのに。あの子のことだから絶対にボンを使うさっさ。またとんでもないことをしてかさなければいいさっさ。先輩のために何とかしてあげることできないかな。今日の朝礼は校長先生が風邪で休まれていますので、私が代わりにお話します。たまんないよな。教頭の話長いんだもん。やだな。これだ。
校長。校長。校長先生、風邪でお休みなさっていたのでは。いや、何、具合が良くなったもんで出てきたのだ。なんですって、文化祭を延期してほしい。本気で言ってるんですか校長。いや、その実はな、急に PTA の会長が見学したいと言ってきたんだが、来週でなければ都合がつかないと言うんだよ。そんな無茶苦茶な。ポスターもとっくに貼り終えたし、府警にだって新たに連絡を。校長、なんとかお考え直しを。とにかく延期ったら延期、これは校長命令だ。さ、姫ちゃん、気持ちはわかるけど安易にリボンを使いすぎてるわ。ダメ、どうして君はそうバカなことをするの。だって先輩がかわいそうだったんだもん。かわいそうだからって自分勝手な都合で大勢の人たちを振り回していいはずないだろ。姫ちゃん、校長先生が出てきてたら大パニックだったんだよ。どれだけの人に迷惑がかかるか君にだってわかるだろ。大体そんなことをして長谷倉先輩が喜んでくれるとは思わないよ僕は。はそっか、そうだよね、私またバカなことして。分かったら学校に電話して取り消すんだ。うん。あ、もしもし、私は校長だが、 PTA の会長の都合が悪くなったので昼間言った言葉はなかったことにしてくれ。うん、そうだ、他の先生たちにも連絡を。うん、よろしく頼む。いいぞ姫ちゃん、明日は校長先生に直談判だ。直談判なんて、そんな弱気でどうするんだい。長谷倉先輩の代役を立てさせちゃっていいの。はあ、先輩を舞台に立たせてあげたい。よし、当たって砕けるだ。いけいけゴーゴージャンプ。どうしたの、みんなして校長室の前に集まったりして。ああ、長谷倉先輩大変なんです。姫ちゃんが。校長先生、文化祭を一週間延期してください。お願いします。野々原、無理なんだよそんなことは。分かったろ、早く教室に行きなさい。あんなに一生懸命練習していたのに、他の部員たちとの呼吸もぴったりで、今年はベストメンバーだねって言い合ってたのに、一人欠けても変わってしまうんです。どうか先輩を最後の舞台に立たせてください。お願いします。失礼します。長谷倉先輩。姫ちゃん、気持ちは嬉しいけどそれは無理だよ。でも先輩。もういいんだ。君が演劇部の主役かね。はい。一週間あれば舞台に立てるのかね。え、はい。それでは一週間遅らせることにしましょう。校長先生。もちろん文化祭をというわけにはいきませんが、演劇部の公演だけ別の日にするなら問題ないでしょう。確か水曜日の6時間目はホームルームですよね。あは。来週のその時間を使うことにしましょうか。校長先生。ほら、なんだお前たちは。よかったな長谷倉。やるじゃない姫ちゃん。いや。長谷倉君、いい後輩を持ったね。早く足を直してしっかり頑張りなさい。はい。姫ちゃん、ありがとう。君のおかげだよ。ありがとう校長先生、ありがとうございました。締め切り前だから。愛子姉ちゃん。何よ急に。やったの、聞いて、公演が1週間延期になったの。怪我した主役の先輩が出られるのよ。すっごくいい芝居だからお姉ちゃんも見に来てね、絶対。ええ、その日お姉ちゃんも文化祭だったよね。でもちょっと抜けてきてね。うん。
1週間遅れの公演は大成功を収めました。お疲れ様です。お疲れ様。姫ちゃんのおかげで悔いのない舞台を踏むことができたよ。本当にありがとう。誰かジュース買ってきて、人数分。私行きます。姫ちゃん、わかった。わあ、見に来てくれたんだ。おめでとう。おめでとう。大成功じゃない。ありがとう。ん？待って。どうして私のこと避けているんですか。バスの時間もずらしてしまって。私のこと好きだって言ってくれてとても嬉しかったのに、どうして返事も言わせてくれないの。だって逃げ出したのは君の方じゃん。でももういい。もう一度改めて言います。僕と付き合ってください。姫ちゃん、結局お膳立てしてあげたようなもんじゃない。きっとお姉ちゃんと先輩はバスの中で見つめ合ってきたんだ。名前は知らなくても、ほとんど言葉を交わさなくても。いいんだ、もうとっくに分かってたことだもん、こうなることは。姫ちゃん、なによその顔。変身したおかげでいろいろいい思い出も作れたしね。よかったよかった。ありがとう。姫ちゃん、泣かないでよ。ね、ほら、イケイケゴーゴーしようか。イケイケゴーゴー、イケイケゴーゴー、イケイケゴーゴーゴー。ん？しまった、先越されたか。ぬいぐるみなんか持ってガキかよ。それにしてもまあよく寝てる子。そっとそっと。ああ、うわっ、ててて、ブイヤーブイよっ。こ、小林ゲゴリ、お前何やっとんだ。屋上は立ち入り禁止だろうが。えん、漫画の本学校に持ってくるのは禁止だぞ。さては上にいろいろ隠してあるな。ちょっと見せてもらうぞ。いや、ちょっと、すいません、ごめんなさい先生、悪かったから、どうぞこの場で僕のことを見るなり焼くなりお好きなように。ただし俺の言っとらが伸びるわ。こら、話せんぞ小林。寝ちゃってた。教師に向かってなんだその態度は。あ、お、野々原。あちゃ、出てくるな、こういうの。こら、小林野々原、明日の朝行って職室だぞ。よし、ここを乗り越えるぞ。うん、任せて、こういうのなら大得意よ。何威張ってんだよ。せーの、あらよ、リボンが。
姫ちゃんが私の予測を超えることをやってくれました。まさか大事なリボンを破ってしまうなんて。